アンディ・サーキスは、イギリス・ロンドン出身の俳優、モーションアクター、映画監督。父は、アルメニア人の医師。父の仕事の関係で、ロンドンやバグダードで育つ。ランカスター大学で学んだ。当初は、舞台美術の仕事に就くつもりであったが役者に転校し、舞台に出演するようになる。1989年からテレビに出演するように、 なり、1994年には映画デビューした。2000年代以降は、ピーター・ジャクソン作品の常連となり、ロード・オブ・ザ・リングシリーズでは、モーション・キャプチャで、ゴラムを、キング・コングでは、コングと船内のコック、ランピーを演じている。撮影中は体にぴったりとした、ボディスーツを着て演じた。コングを演じる際には、ゴリラの習性や特徴を研究するため、ハルバル アフリカの野生保護区で飼育されているゴリラと直接触れ合ってコミュニケーションを取るなど徹底した役作りを行った2012年公開の映画ホビットではゴラムを再び演じるだけでなく第2班監督も務めている2011年には特殊映像効果について学べるスタジオザイマジナリウムスタジオをロンドンに設立している2014年公開の映画ゴジラゴジラでは クレジットなしであるが、モーションキャプチャーを担当した。前述のキングコングとゴジラ、両方のキャラクター演技を担当したのは、ゴジラ、キングコングの逆襲において、スーツアクションを担当した中島春以来となる。2017年、ブレス幸せの呼吸で監督デビューした。女優である妻との間に3人の子供がいる。蝶が担当することが多く、自身も、 専属声優と認めているが、2012年のコビット思いがけない冒険を最後に途絶えている。ありがとうございます。